ジギスムント・フォン・プロイセンは、プロイセン王国の王族。全名は、ビルヘルム・ビクトル・カール・アウグスト・ハインリヒ・ジギスムント。プロイセン王子、ハインリヒの次男で、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の甥。い。ジギスムントは1896年11月27日、ハインリヒとその日で、ヘッセン大公ルートビヒ4世の娘であるイレーネの間に、第二種として、キールで生まれた。 1897年1月30日に洗礼を受け、ビルヘルム2世自身がジギスムントの大父となった。キールのヘッペル州レコーで学び、1913年秋に検診を受けた。第一次世界大戦が勃発すると兵役を志願、したが、18歳未満であったので許可されなかった。彼は、ドイツ帝国海軍の士官候補生となり、ファルケンシュタイン基地を拠点とする。 第一海兵砲兵連隊に配属された。彼の偉人は1915年5月にフランドルで行われた。彼はその後潜水艦の将校となった。ドイツ帝国の敗北と君主制の崩壊により彼は一民間人となった。彼は高価の学士号を取得するために高等専門学校に入学し、その後ハンブルクのビジネススクールに入学した。 ドイツ革命後の1919 19年7月11日、ジギスムントは、ザクセンアルテンブルク公エルンスと2世の娘、シャルロッテ・アグネスとヘンメール・マルクで結婚した。1922年、コーヒー会社に就職していたジギスムントは、グアテマラに赴任し、そこで、コーヒーのプランテーションを経営した。1928年にはコスタリカに移住し、養蜂事業を起こした。しかし、 1930年代の世界恐慌と第二次世界大戦の経済危機で財政的な問題を抱えた。ジギスムントは1978年11月14日、コスタリカのプンタレナス州プンタレナスで死去した。妻のシャルロッテ・アグネスとの間には以下の一難一情を設けた。ありがとうございます。